高根島の内の裏トンネル、途中まではコンクリートで被覆されているが、その奥は素彫りであった。2014年から2015年にかけて、拡幅回収されたため、蒸気の構造は現存しない。トンネルとは、地上から目的地まで、地下や海底、山岳などの土中を通る人口の、または自然に形成された土木構造物であり、断面の高さあるいは幅に比べて、 軸方向に細長い地下空間を言う。1970年の OECD トンネル会議で計画された位置に所定の断面寸法をもって設けられた地下構造物で、その思考法はとわないが、仕上がり断面積が2平方メートル以上のものとすると定義された。人口のものは、道路、鉄道といった交通路や水道、電線到来フラインの布設、鉱物の採掘、 物資の貯留などを目的として建設される。日本ではかつて中国語と同じく水道と呼ばれていた。常用漢字以外の文字が使われているために、第二次世界大戦後の漢字制限や用語の簡略化、外来語の流入などの時代の流れにより、今日では一般的にはトンネルと呼ばれるようになったが、トンネルの正式名称に水道と記されることも多い。鉄道や 道路のトンネルには入り口、出口が決められており、起点に近い方が入り口となっている。新幹線で例えると、東京寄りの高校が入り口であり、その反対側が出口である。山岳地帯においては、地上の地形に関かかわらず曲線、つづら折れ、勾配を減少させ、自動車や鉄道の高速走行や大量輸送が容易になる。また、強風。 積雪時の通行規制を減らすことができる。高校付近を除いて、景観を損ねず、森林破壊にもつながりにくい。海底トンネルや水底トンネルであれば、大型船の通行に影響がないといった長所が挙げられる。特に急峻な地形が連続する地域では不可欠な設備である。その一方、短所もある。トンネルに作用する度圧や、水圧のため断面積は、あまり大きくはできず。 通行する車両には車両限界が設定され、従って輸送能力に制限が加わってしまうことが多い。また、断面積を大きく取るほど掘削に要する費用も増大する。地質によっては、崩落を防ぐための補強で建設費がかさむことがある。地下水位に影響を与えることもある。超大トンネルにおいては、換気が困難で空気が汚れやすい。 また十分な酸素が供給されないと、乗客の健康を脅かし、車両の走行性能も低下する。火災時に一酸化炭素などの有毒ガスが溜まりやすい。ことや、場合により危険物積載車の通行が規制される。こともこれに禁する。また海底トンネルや水底トンネルは内部の湿度が高く、車両やトンネル内設備が腐食しやすい。長野水道。 1885年完成トンネルは世界各地に古くから人間の手によって作られてきた。トンネルの歴史は古く、灌溉用水路として古代に作られているが、紀元前交通路としての建設は、紀元前2000年頃にユーフラテス川の過程を横断する歩行者用のトンネルがバビロンに作られたのが最初とされている。また、古代ローマや古代ギリシアには、 数多くのトンネルが作られ、現在に至るまで使用されているものも存在する。日本では近代までトンネルは発達せず、1632年に、現在の金沢市で着工された辰巳用水が、日本最初のトンネルではないかと言われている。代わりに、峠道が発達し、五街道をはじめ各地で整備が行われた。交通路のトンネルとしてよく知られるのは、1764年頃に、 前回が二十数年の歳月をかけて土とのみだけで完成させたと伝えられるヤバ系の青の道門がある。機械動力のない時代、あるいはその確保が困難な場合、トンネルの掘削は鶴橋やのみなどの器具を用いた人力に頼るしかなかった。日本においては青の道門や中山水道がその端的な例である。近代になり鉄道技術が発達するとヨーロッパにおいて 鉄道を通すためのトンネルが多く作られるようになり、著しくトンネルの掘削技術が向上した。イギリスでは、トーマス・テルフォードや、ロバート・スチーブンソンなどの優れた技術者が多く、誕生した。ダイナマイトが発明されると、これを用いた葉っぱによって、トンネル建設の効率は、飛躍的に高まった。さらに、様々な建設機械、工法の出現によって、 トンネル技術は21世紀になっても進化を続けている。日本最初の西洋式トンネルは、東海道本線の神戸市内にあった石屋川、水道である。1871年完成。天井側であった石屋川の下をくぐっていたが、同区間の高架化により消滅した。また、日本人技術者のみで最初に作られたトンネルは、東海道本線の大津市内にあった。 大阪山水道である。1880年完成。新線切り替えにより廃止され、名神高速道路建設などにより、部分的に消滅したが、東側の高校が現存する。焼いた工法。編集屈削した壁面に、焼いたという木板と呼ばれたや鉄板と呼ばれるを当てがい、四方向という支柱で支え、その内側をコンクリートなどで固める、巻き立てによって仕上げる。 日本では1980年代の東北新幹線、上越新幹線建設までこの方法が取られていた。しかしながら、事前調査の不足も重なり、特に、ザオートンネルでは、後期が3年伸びたほか、中山トンネルでは出水の連続から、多数の迂回港建設や300機を超える、直上ボーリングの実施が必要となり、走行費が膨れ上がり、開業後の速度制限をももたらした。 今後の新幹線や高速道路にますます必要となる、長大トンネルには、技術的に不足があるのは明らかであった。これらが転機となって、その後は、中山トンネルの一部で施行された、ナットムが主流工法となり、それまでの経験工学からの転換という意味合いを、含め、今までの工法として、在来工法とも呼ばれる、シールド工法、編集シールドマシンを用いた工法、 詳細は、シールドトンネルを参照飛田トンネルは、TBM 工法によって施行が行われた TBM 工法、編集トンネルボーリングマシンを用いた工法。詳細は、トンネルボーリングマシンを参照新オーストリアトンネル工法、編集、ナットムとも言う、掘削した部分を素早く吹き付けコンクリートで固め、ロックボルトを岩盤奥深くにまで打ち込んで、 地山自体の保持力を利用する工法。詳細は、新オーストリアトンネル工法を参照解削工法、編集オープンカット工法とも呼ばれる。地表面を掘り下げて、トンネルの構造物を構築し、後で埋め戻す工法。地表面に近い部分や、駅のように大規模になる施設の構築に用いられる。初期に建設された地下鉄では、主流の工法であったが、 1970年代以降は、地下鉄網の拡充からより深い位置にトンネルを建設せざるを得なくなり、駅部分を除いては、シールド工法が主体となっている。また、開作工法に、シールド工法を組み合わせた工法として、オープンシールド工法がある。人脇トンネル工法、編集複数の計損を皆底に沈め、これを接続して、トンネルとする工法。詳細は、 人米トンネルを参照トンネル工事は、労働基準法等の法令により、校内労働として規定され、就業制限や安全衛生について、一般の作業場とは異なる規制が設けられている。詳細は、校内労働を参照道路トンネルの例、両端の出口を低くする逆 V 字型の勾配になっており、自然排水が可能になっている道路トンネルの例、 大規模火災事故発生の歴史があり、入り口に信号機を設けている鉄道トンネルの霊源駅としては、日本最古の鉄道トンネル、清水谷トンネル、神奈川県横浜市と津角信濃町側河川線トンネルの霊用と別では、道路や鉄道の交通用トンネルのほかに、灌溉や水力発電用の水路トンネルや、鉱山の鉱道もトンネルの一種に数えられ、大都市で建設される。 共同校や地下街、地下駐車場、地下鉄も講義のトンネルとされる。場所や広報による分類では、山岳トンネル、シールドトンネル、都市トンネル、改作トンネル、人米トンネルなど様々な形態がある。山岳トンネル、編集山を貫通するように掘られたトンネル、トンネル中央部を高く、両端の出口を低くする逆 V 字型の勾配とすることで自然排水が可能である。 ただし、立地条件などから、型勾配となっているものも少なくないがこれでも自然排水は可能である。都市トンネル、編集都市の建造物の中や地下を通るトンネル、首都高速道路におけるトンネルのほとんどや地下鉄の多くはこれである。滑走路等を避けて空港の地下を通るトンネルもある。傾斜は周囲の構造物などによって大きく異なる。推定トンネル、 編集詳細は、推定トンネルを参照川底や海底に掘られたトンネル。構造的に中央部が低くなるため、排水を機械的に行う必要がある。水中トンネル、編集例えば水族館の水槽の中などに作られた、干渉用の通路で、アクリル樹脂などで透明になっていて、トンネルの外の水中を眺められる構造になっている。道路トンネル、編集自動車用。 編集自動車用の長大トンネルには大規模な換気設備や非常ボタン、消火設備、非常電話、非常停車帯、避難用トンネルなどの防災設備が設置されている。また、日本においては、道路法で長さを000メートル以上並びに推定、水際の道路トンネルは危険防止のため危険物、積載車通行が禁止されている。 最近建設されるトンネルは、車同士のすれ違いができる、ように車線確保できる、断面積にする場合が多い。2車線未満のトンネルは一方通行や、片側交互通行、車両幅制限、大型車の通行規制などで対応する場合がある。高速道路や主要道路を中心に、ラジオの再送信を行っているケースもある。なお、トンネル内で、 交通事故や火災などが発生した場合、すべての放送局の再送信を休止して、緊急時の正しい行動を周知する放送を流す。これは、再送信しているすべての周波数で同じものが流れる。トンネルの入り口手前に、一般道路、高速道路問わず、信号機を設置している場合がある。また、高速道路では、トンネルの長さなどに関係なく必ずすべてのトンネルの入り口に、 トンネル情報表示器が設置される。長大トンネルではトンネル内にも設置される。歩行者用、編集自動車用のトンネルにおいて歩道が設置されている場合、排気ガス対策から自動車用のトンネルとは別に並行してトンネルが設置されている場合がある。関門トンネルでは人道用と車道用とが2層になっている。また、歩行者専用に地下道が設置されている場合、 道路や鉄道を立体的に横断するために地下横断歩道が設置されている場合がある。鉄道トンネル、編集鉄道用のトンネル。鉄道トンネルでは特に単線のものを単線トンネル、複線のものを複線トンネルと呼ぶことが多い。換気が困難な長大トンネルや、特に列車運転頻度の高い線区のトンネルは、早くから電化されている。また、鉄道は勾配に弱いため、 山の斜面を標高の低いところから掘り進んで建設する必要に迫られることから全般的に見て道路トンネルよりも長大なものが多い。電化を前提としていない古くからある鉄道トンネルでは電化の際に建築限界の小ささから通過できる。車両に制限がかかったり、河川などの必要なスペースが取れないため問題となる。解決策として 断面積の大きい新トンネルを掘削し、旧トンネルを廃止したり、複線化の際に単線トンネルを掘削し、路盤を下げるなどで、旧トンネルを改良し、単線トンネルを2本並べた形にする方法がある。また、複線化と電化を同時に行い、新鮮に複線トンネルを新設する場合も多い。なお、鉄道車両の高速化に伴い、トンネル引き圧波などが問題となったため、 トンネルの出入り口付近に少しでも圧力変化を穏やかにするための構造を設けている場合もある。水路トンネル水を流すためのトンネル。運河において山を避けてトンネルを掘り船舶の航行が可能なトンネルがある。用水路で河川トンネルともいうものがある。安況参照。また、下水道についてもトンネルが用いられる。下水処理場そのものをトンネルに設置した例もある。 貯蔵用トンネル、編集大量のワインの貯蔵には地下の倉が用いられる。この地下像を掘るにもトンネル掘削技術が用いられるが、一方、廃道となったトンネルをワイン貯蔵用に再利用する場所もある。栽培用トンネル、編集キノコ等の菌類の栽培には、湿度がいるが日光が不要などの状況があり、廃道となったトンネルを転用している場所もある。山岳トンネルは、 多くが、馬蹄型または、卵型の開口部を持つ。鶏の卵が、縦方向の衝撃、圧力に強い構造であるように、このようなアーチを構成することによって山から受ける、圧力に耐える構造としている。この種のトンネルが並列したものを特にメガネトンネルと、称する、シールドマシンによって屈作されたトンネルは、基本的に断面が深淵であるが、シールドマシンの発展に伴い、 長方形や馬蹄型などにも掘削できるようになった。道路トンネルの場合、上部に換気炉、中央部に道路本体、下部に電気回路や排水路を設ける。改作トンネルや人脇トンネルは断面が箱型である。トンネル掘削の際、本港と呼ばれる、主となるトンネルに並行して、先進港と呼ばれる断面積の小さいトンネルを掘削することがある。 先進港は本港に先行して、掘削を行い、工事中は本港を掘削する際の地質把握や、水抜きとして、開通後は緊急時の避難ルートや、守通路として、それぞれ役割を持つ、在来工法では、文字通り、先進として、商談面にて、シルベ港を掘り、それを切り広げて、本港を掘削する、司法を行いながらの掘削で一本にあるいは二本の、 シルベ港をまず掘削し、その後トンネルの上半部を掘削、シルベ港の四方を取り除きながらの下半部の掘削となる。ジェットファン風の塔はアクアトンネルの換気口である、応流換気方式の断面図前日の通り、特に道路トンネル内部は排気ガスがこもりやすい構造となりがちであることから、道路トンネルの設計においては換気装置の検討が重要となってくる。 トンネル内の換気方法としては自動車交通により発生する空気の流れやトンネルそのものを抜ける風を利用して換気を行う自然換気方式と何らかの機械設備を用いて強制的に換気を行う機械換気方式の二つにダイブされる自然換気方式は特別な装置が不要な一方で適用可能な長さや交通量に制限が生ずる方式であり 一定以上の規模のトンネルにおいては、機械換気方式が採用されることが多い。機械換気方式には、主に以下のような3種類が挙げられる。縦流換気方式トンネル天井にジェットファンと呼ばれる、大型の送風機をぶら下げたり、送風機の機能を持つ換気口を設けるなどして、縦断方向の空気の流れを強制的に作り、トンネルの航行、または、 中間部から排気ガスを排出すると同時に外部から直接トンネル内部に新鮮な空気を送り込む方法。交通換気力を有効に活用する方法で換気ダクトが不要なためトンネル断面を小さくできることから機械換気方式の中ではコスト面で最も有利な方式である。ただし交通量が少なかったり逆に交通量が増えすぎて 旅行速度が低下すると交通換気力が低下して、十分な換気が困難になる。また自然風の変動を受けやすい方式でもある。自動車排出ガス規制の強化に伴い、長大トンネルであっても強力な換気機能を備える、必要がなくなりつつあることから、後日の応流換気方式から切り替えられるケースがある。半横換気方式トンネルの一部を仕切って、換気ダクトとし、 新鮮な空気をトンネルの高校などに設けた、吸気口から、換気ダクトを通じて車道内に一様に供給し、排気ガスを新鮮な空気によって高校から押し出す、方法。トンネルポータルの上部に、天井板を設けて、天井板で区切られたスペースを換気ダクトとすることも、多いが、シールドトンネルの場合は、デッドスペースとなる道路の下にダクトを通すことが多い。また、構成のダクトを、 トンネル内に配管させるケースもある。新鮮な空気の供給に関しては、交通量や自然風に影響されない換気方式であるが、換気ダクトや換気機を必要とするためコスト面では不利となる。また、換気風は高校に向かって大きくなるため、適用延長に限界がある。横流換気方式、半横換気方式と同様に、トンネルの一部を仕切って換気ダクトのスペースを設け、 さらにこれを排気ダクトと早気ダクトに分割し、新鮮な空気を早気ダクトを通じて車道内に供給するとともに、排気ダクトを通じて排気ガスを強制的に排出する方法。トンネルポータルの上部に天井板を設けて、天井板の上部に隔壁を設けて排気ダクトと早気ダクトとして確保することも多いが、シールドトンネルの場合は、 デッドスペースとなる道路の下にダクトを通すことが多い。山手トンネルでも、応流換気方式を採用しているが、シールド広報区間では、道路下にダクトを通しており、天井板はついていない。早期用の換気機と排気用の換気機がそれぞれ別に、必要となることからコスト面では最も不利な方法で、あるが、トンネル内の縦断方向に換気風を起こす必要が、なく、トンネル延長や、 交通量、自然風に影響されないため、最も安定した換気方式といえる。かつては長大トンネルに多く採用されていたが、天井板が存在することの圧迫感や、Z ファンの性能向上等もあって、近年では少数派になりつつあった。さらに2012年12月に笹子トンネル天井板、落下事故が発生、老朽化した天井板の危険性が指摘されるようになったことから、 全国において、天井板撤去、縦流換気方式への転換が進んだ。しかしながら、機能的に撤去不能なトンネルや、撤去を見合わせるトンネルも、少数ある。なお、海底トンネルなどではこれらの方式を組み合わせた、換気方式も見られる。鉄道トンネルにおいても、走行時に、売煙の発生する石炭滝の蒸気機関車が、動力車として使用されていた時代には、トンネル内換気や、 バ園の誘導が重要な問題となっていた。このため、長大トンネル区間においては、トンネル天井から垂直に、地上部まで縦坑を掘って、排炎を促進する、トンネル両端の後方部に強制換気ファンを設置する、列車通過後に遮断幕を下ろしてバ園が後方へ、流れにくくすると様々な対策が講じられた。もっとも、それでも、勾配区間の長大トンネルでは、 北陸線柳瀬トンネル窒息事故のように、機関車道輪に空転が発生し列車の運行速度が低下あるいは停止した際にまとわりついた、売園が原因で乗務員や乗客が窒息する事故が少なからず発生した。これは、特に小断面の長大トンネルを含む区間で、積極的に原価工事やトンネルの改築工事、あるいは線の付け替えによる改良工事が実施され、また、 ディーゼル機関車の導入型より優先的に実施される一員となった。なお先に触れた柳瀬トンネル内での事故により殉職者を出していた。敦賀機関区においてはトンネル内における蒸気機関車の排炎の流れを制御し、乗務員が窒息する危険性を軽減するための終焉装置と呼ばれる装置が1951年に開発されている。世界で最もトンネルが多い国は中国で、 約8600箇所、総延長約4、375キロメートルとなっている。うち、鉄道トンネルは6876箇所、総延長約3、670キロメートルで、世界一、道路トンネルは1972箇所、総延長約835キロメートルとなっている。地下鉄や水道のトンネルも含めたリストとしては、延長別トンネルの一覧を参照。 日本国内、編集日本以外、編集日本国内、編集日本以外、編集トンネルはその構造から、災害発生時や事故発生時の避難行動や、救出活動が、比較的難しくなる。日本の高速道路のトンネルでは、50メートルの間隔で押しボタン式通報装置と消火器、200メートル間隔で、非常電話が設置されている。また、 町大トンネルの入り口には、トンネル入り口用信号機や入り口表示板が設置され、トンネル内で火災が発生した際には、赤頭尾の信号や、進入禁止火災などの表示が行われるほか、非常停車スペースを途中に確保したり、道路用トンネルに並行して一回り小さい、避難用のトンネルを設けている場合がある。トンネルに設置されたナトリウムランプトンネル内部の照明は、 白色も使用されているが、オレンジ色に発光する低圧ナトリウムランプの使用が圧倒的に多い。低圧ナトリウムランプはガラス管にナトリウム蒸気を封入した放電灯に使用されるランプで、日本で最初に高速道路が作られた時にトンネルの照明に採用されたランプである。オレンジ色の光は波長が長く排気ガスのゴミで拡散されにくく。 光が遠くまで届くという特性があり、排気ガスで視界が悪くなりがちなトンネル内部の視認性を向上して安全性を高めている。また、各種ランプの中でも電気エネルギーを光に変換する効率が高く、ランプ寿命が約9000時間と比較的長いことから経済的であるというメリットがある。その反面、オレンジ色の光は炎色性が悪いため、 赤いものが黒っぽく見えるというデメリットも持ち合わせており、トンネル内の消火栓などは、蛍光の赤色で塗装するという工夫により、1万1の時の安全を図っている。また、トンネルに入った時に、トンネル内部の暗さに合わせて、人間の瞳の動向が開くまで時間がかかることから、トンネルに入った時の内部の視認性向上のために、出入り口付近の内部照明の数を増やし、 中央部よりも明るくしている。日本では山の中に女が入ると女神である山の神の嫉妬に愛事故が起こるという迷信が長らく信じられてきた。そのためトンネルや坑道などへの立ち入りは長らく女人禁制であった。見学者のうち女性のみが拒否され問題となった例も多数ある。同様にアメリカ合衆国でもトンネル建設現場に女性がいると不幸が起きると 信じられていたが、1972年、コロラド州のアイゼンハワートンネルの建設現場において、性別を理由に、トンネル内の建設現場から、事務仕事に移動させられた女性が提訴したことを契機に、精査を理由にした制限等が解消されている。また、たびたびトンネルは、階段や都市伝説の舞台になる。トンネル内で、工事中あるいは開通後の事故で死んだ人の亡霊が、現れる。 といった類である。有名なところでは、石穂下本線上門トンネルにおいては、いわゆる、タコベ屋労働が原因であるとして、また、被殺線第二山の神トンネルにおいてはそこで発生した、乗客歴史事故が原因であるとして亡霊話が、しばしば語られる。トンネルの貫通の際に採取された石を貫通石と、いい、安山のお守りとして用いられる。最近では、 各高速道路会社などが販売することもある。企業、団体、集団、著名人の長期の業績、状態、売上不振や、スポーツチームの長期の連敗、改定名などを、トンネルと表現されることがあるほか、野球の失策において野手が五郎を補給できず自分の股の下をすり抜けさせることをトンネルと表現する。ありがとうございます。